3月に行われる全国高校選抜につながる、岡山県二次予選会で見事優勝されました私立高校の皆さんにお話をお伺いします。それでは前列左の方から、お名前と学年をお願いいたします。中村さゆりです。2年生です。高島心菜です。2年生です。柴田凛です。2年生です。山本芽衣沙です。2年生です。井村優香です。2年生です。足利真奈です。1年生です。岸坂結衣です。1年生です。岡田芽衣です。1年生です。それでは、今日、3試合リーグ戦を戦っているわけなんですけれども、それぞれ皆さんで、一人一人、今日はこういったところが良かったっていうのを簡単に教えてください。最後まで攻め切りネットプレーができました。最後まで笑顔でプレーすることができました。思い切って楽しくプレーすることができました。最後まで笑顔でラケットを振り切ることができました。最初から最後まで雰囲気よく試合をすることができました。最後まで気を抜かず集中してプレーすることができました。集中を切らさず自分たちのプレーができました。笑顔で雰囲気の良い試合ができました。今日3試合目は山陽学園との試合でした。チームを代表して柴田さんにお話を伺いしますが、まず山陽学園戦、結果としては3対0で勝っているんですけれども、全体を振り返ってどのように感じてますか？全員が自分たちのプレーをできていたことが良かったと思います。柴田さんも試合に出てたんですけれども、柴田さん自身は自分のプレーをどういうふうに評価してますか？いつもよりも思い切ってラケットを振っていけたと思います。昨年全国高校選抜では、準決勝というで敗退ということになったんですが、次は、全国優勝を目指していると思います。それについて、キャプテンとして意気込みを教えてください。去年は3位という結果で終わってしまったので、今年はみんなで優勝を目指して頑張ります。特にチームの誰に期待しているとかいうなんか選手いますか？全員です。全員、はい、絶対日本一取るぞ。